事に使ってください。またどうぞです。
とたどり着いたね。早速動かしてみようか。離宮を作ろうとした場所が本当に王家の谷だとしたら、真実の壁っていうのは墓所の奥にあった壁画、庭園はセレンの園を指しているのかも。セレンの園に関する情報がこの聖堂にもあったんだね。昔の人は大樹が滅びの元凶だと知っていた。そしてその大樹に抗おうとした人たちは、それでも諦めるわけにはいかないよ。まだ私はエタニア人は生きているんだもの。そうでしょみんな。チェンジ、チェンジ。あ、宝箱だ。
さて、体重に着いたはいいが、ここから先どうしたらいいんだ。森人たちの姿も見当たらないようだな。アドル、到着したようですね。待っていてください。今からオクテスへの道を開きます。オクテス。仕掛けられていたなんて。さあアドル、入ってきてください。はっと。Thank you.
Yeah!
アドル、でっけえ柱があるぜ。これが想念を封じたオベリスクなのでしょうか。内部に膨大な想念の気配を感じる。どうやら間違いなさそうだね。それじゃあアドルに早速これをぶっ壊して。壊していいものなのでしょうか。想念を解放するといっても一体どうやって。オベリスクが光り出したぞ。何が起こったんだ。ヒドラとかいう森人にどことなく似ているようだが。くそ、見てるだけとか言いながら結局邪魔する気かよ。来るよ、みんな気をつけて。
まさか本当に想念を解放してしまうとは。ヒドラさん、見届け役とか言いつつよくも邪魔してくれたもんだぜ。いいえ、先ほどあなたたちを襲ったのは私自身ではありません。どういうことだ。あれはかつて絶望に陥った際、大樹に囚われた私の想念なのです。長年にわたってオベリスクの番人をさせられていたのですが。さっきのであんたの想念も解放されたということか。ラクリモサで滅びた人々と森人に選ばれた人の想念だから木が急成長するほどの想念が流れ込んだんだね。これならもしかして、私たちの文明が栄えた時代、母なる海から数多の種が大地の女神により地上へ招かれました。その頃から始まりの大樹による世界の進化が始まったのです。大地の女神。ええ、女神の名は大地神マイア。彼女は進化の真相を私に告げるとやがて姿を消してしまいました。それ以来地上を見守ってきましたが、このような事態は初めてです。どういうことだ。女神様なんて本当にいたのか。わかりません。蒸気を逸した大樹の存在を思えばあり得ることかもしれんが、とにかく大昔にそんなことがあったってことか。アドル、私は引き続き見届けさせてもらうとしましょう。君が私たちと同じようにラクリモサを受け入れるのか、あるいはその輪廻から逃れ新たな道を指し示すのかを。
ここは氷に閉ざされた大地、大氷河期と呼ばれる時代でしょうか。